はいどうもブンクラです。今回も遊んでいきたいなと思います。よいしょ、今回はですねちょっと橋を作っていこうかなと、ライブ配信に来ていただいた方の中でね、橋を作ったらいいんじゃないかなという、お声をいただきましたので、ここから、あっちのねお家に向かってちょっと橋をかけていきたいなと思います。さあ橋を作ったことないですけどうまくいくんでしょうか。どんな感じにしたらいいんだろうね。こんな感じにしてさ、こうなんて言うんだろう、こういう感じに上げていけばいいんかな。よいしょ。あ、橋を作ったことないって言っても、あのね普通の橋は作ったことあるんだけど、アーチ状の橋っていうのは作ったことないんだよね。アーチ状の橋、こうでもこの高さでどんどん一段ずつ上げてっていいものなのかな。よいしょ。かなり高く上がっちゃう気がするよね。まるでこう岩国市にある錦帯橋みたいな感じになっちゃう可能性あるんだけど、どうなんだろう。ちょっと考えながらやってった方がいいかな。2段ずつとかにした方がいいかな。でもこの流れでいけばいい感じになりそうだよね。ちょっとこのままやっていこうか。よいしょ。ちょっとこの真ん中をちょっと変えたいな。真ん中を変えたい。よいしょ。真ん中をこれにするとか、逆かな、逆だな。真ん中をこれにして両サイドこれにした方が良さそうだな。ちょっといろいろやっていこう。よいしょ。よいしょ。こうしてこっちをちょっと変えるかな。よいしょ。これを外しまして、あ、これいいんじゃない。あ、そういえばねこの間ライブ配信でねトラップタワーができましたのでね、今度ねまた皆さんにお披露目できたらなと思います。よいしょ。天空トラップがねできたんですよ。なんでねちょっと今度お披露目したいなと思いますんでね。よいしょ。その時はちょっとお楽しみに。よいしょ。これ何個ぐらいさ、あれかな、ちょうど真ん中で折り返さなきゃやばいよね。真ん中で折り返さなきゃやばいから、そこも考えてやらなきゃだよね。真ん中18か、18個目が一番ど真ん中になるわけだね。1234567 8、あと10ブロックもこれいって大丈夫かな。10ブロックいって大丈夫かな。これなんかとんでもないアーチを描きそうだけど大丈夫かな。もうちょっとでもやってみるしかないよね。わからんもんね、アーチ状の橋はね。そうでね、今日はねちょっとね作業をしながら皆さんにちょっとねまた募集をかけたいなと思いまして、ね今ね家を建ててきてはいるんですけども、ちょっとまだ足りないものがたくさんありまして、今回ねちょっと皆さんにお願いしたい内容がですね、牧師さんのお家なんですけど、まだね何も決まってないんで、牧師さんのお家をちょっとね案をいただきたいんですよね。どんな感じの建物にするかみたいな案が欲しいんですよ。そして今回はですねちょっと NG 項目みたいなものをつけようと思いまして、今回はですね牧師さんの家に関しましては教会を NG としようかなと思うんですよ。もう教会ってベタベタでみんなが作ってるやつだと思うんで、教会をなしにしてね、もっと他の全く関係ないデザインでもいいんで、それをいただいたらなと。やっべ、いい感じにトナカイになったな、お前クリスマスに向けて。1234567、教会以外のアイデアをいただけたらなと思うんで、そこをよろしくお願いします。まず一つ目の募集が牧師さんの家ですね。で、もう一つ募集したいのが、今あそこにスケルトンの、スケルトンホースの家を作ったんですけども、その右の方にね、羊さんがたくさんいると思うんですけど、羊さんの家をちょっとねまた作りたいので、また案をね何か募集したいなと思います。その他にもね、こんなもの作ってみたらとかあったらね、ぜひぜひ言ってもらえたらなと思いますよ。あ、これちょっとまだ変えようかな。よし、ちょっと頑張って作っていこう。よっしゃー、やっていくぞ。はい、お待たせいたしました。ということで出来上がったのでご覧ください。ドン。はい、今回はですね、石レンガのハーフブロックを2個重ねてできる模様入りレンガとシーランタンと、石レンガブロック、その他ハーフブロックを使ってこういう橋を作ってみました。一応これでね、アーチ型の橋はできたんじゃないでしょうか。ちょっとね、なんかちょっと味気ない感じがしちゃうんだけど。
でもね、ちょっとアーチ型初めてだったんでね、これが限界でした。これが限界でした。ね、間にね、柱を立てようかなとも思ったんだけど、どうなんだろう、柱とかあった方がいいかな。なんかアーチだけ見えた方がかっこいいのか、それとも柱があった方がかっこいいのか、ちょっと悩むよね。まあそこもちょっとまたコメントでいただこうか。今日はこの辺にしとこう。はい。ということで、さらに作ってほしいもの、羊さんの小屋、牧師さんのお家、いろいろなアイデアをお待ちしておりますので、どんどんコメントいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。